出ない。はいどうも、限界カップルのゆうきです。今日の企画はですね、彼女に美容室代をプレゼントしてみた。まあ、実は彼女がね、悩んでまして、 TikTok のコメント欄で髪の毛がパサパサとかボサボサとか傷んでるとかっていうコメントを見て、病んでてね。まあ、実際俺も見て結構傷んでるんですよ。パサパサというかチリチリというか、そんな感じでずっと美容室行きたいって言ってて、サプライズで封筒にお金を入れて美容室代みたいな書いて、ここら辺に置いといたらどんな反応するのかみたいな。でその後実際に美容室に行ってもらいます。ちょっとじゃあ準備します。今市役所行ってて、もうそろ帰ってくるんでな。これに美容室代って書こうかな。バランス変になっちゃった。この中にお金入れてあげます。であと、まあ、手紙もね書いとこうかな。せっかくやし、普段僕はね手紙書かないんで。決まりはたまにっていうか、昔付き合ってる時に書いてくれてたことあって嬉しかったんで。何がいいかな。髪の毛を切ってね。オッケー、書けました。字が汚いんですけど、それは許してください。これとお金、あ、財布1万5000円ぐらいあったら多分足りるんで、1万5000円がなかったんで2万円入れときます。ちょっともうこれ僕の財産ですね。入れました。なんかひまりがボブにしたいって言ってて、ボブにしたら手入れとかあんませんでいいし、楽やから準備とかね。結構なんか完璧主義みたいなとこあって、ロングやったらさ毎回準備大変やで。ひまりちゃんとやるからさ、そういう時間もね減らせればということで、日頃の感謝を込めてこれ、いつも洗濯とかやってくれてるし。ほら。え？これ。何？学校も行ってないよ。いつ帰ってくんの？え、あと5分ぐらい。あ、じゃああれさ、ひまりあれやってや。何？あれ、What the fuck って。えって。早く。違う。お前早く。じゃあお前早しても、お前。かっこいい。じゃあもう一回聞こえんかった。何言った？早して。あーって。もうちょっとで帰ってくるらしいんで、ここに置いてカメラ設置して待ちます。おるやろ、どっか。おーい、探してます。ゆき、あ、おい。なに、なんでこんなとこおんの。え、なんなん。気づきましたか。いや、気づくやろ。なにあれ、え、マジで。おう、マジで。はい、ということでですよ、ビュースを今から予約してね、行ってきてください。今日行くんや。どんな髪型にするん。え、ひまり髪切りたい。もう色は何がいい。
え、でも迷ってんのが金髪かこういうなんかピンク色。うん、じゃあ今からね、行ってらっしゃい。行ってきます。待っとくね。やった、ありがとう、嬉しい。行ってきます。はい。超楽しみです。じゃあ待ちます。おかえり。ただいま。あれ、何その髪色。誰ですか。帰ってください。ほら早くして。ちょっと怒られるんで開けます。開いてるよ。来ました。おかえり。え、え、マジ。え、は、ただいま。誰？ただいま。おかえり。なんとアーニャになって帰ってきた。かわいい。え、マスク外してよ。アーニャです。え、ちょ、もうちょっと近くで顔。え、かわいい、かわいい。え、クソかわいい。アーニャです。え、なんか想像以上に、まあ絶対可愛くなるって分かってたけど。マジで？うん、これはちょっと高評価1万いきます。いや、似合うと思う方はみんなのね、高評価をしてください。似合わないと思う方は低評価お願いします。低評価とかお願いするもんじゃないよ。まあ、あとあれやんな、このここのヒゲ剃ったら完璧じゃん。もううるさい。それ俺抜いたら勝手に剃る。違う、それはいい。じゃあ剃るよ。じゃあ俺が抜くよ。剃る。じゃあピンセットやって。え、ってもう、うー、痛い。痛い。この痛みくせえな、なんでも。じゃあラスト。抜けやってない。いや、ほんま抜きたい。もううざーい。そんなピンクの髪の毛の子がヒゲ生えてたらあかんでしょ。え、顔ちっちゃ。なんかさ、タムシロティナみたい。ああ、え、俺タムシロティナめっちゃ好きやからさ、ちょっと嬉しいわ。ピンクのタムシロティナ。いや、ティナより可愛い。え、でもそもそもプレゼントしてくれんかったらこんなんできてないから、ありがとう。いいよ。美容師さんもめっちゃ優しいですね。え、マジで。やった、嬉しい。ありがとうございました。美容室代くれて。うん、いいよ。びっくりした。今日まさか美容室行くとは思わんかったから。はい、これで終わり。動画可愛い。じゃあね、みんなバイバイ。見てくれてありがとうございます。バイチャー。好きってどういう感覚だと思いますかっていう質問来たよ。ビビッとくるものがあるよ。この色は絶対やめた方がいいやって。染めたばっかなのに。高尾彼女いんの無理。知らんよそんなん。高尾ハードプレイ好きそうやって。いや、まあまあ否定はできひん。